おはようございまーす。じゃあ行きましょう。スタート。クイズのお時間です。ツイキャス9。難易度上げてこうね、ドンとね。ぐーっとね。もう、これでいいよね。これしか勝てないよね、私たちね。じゃない？もう、ここをやっていくしかない。そうでしょ。じゃ、チャレンジいきまーす。世界で初めて選挙に出た女性大統領が誕生した国。え、ミャンマーじゃなかったっけな？え？3。え？じゃあもう一問やるね。ちょっともう一問。はい、チャレンジ。ピン芸人劇団ひとりの父親の名前は？パイロット？オッケー。あら！お茶爆チケット出ましたすごーい。やっぱ2分の1で今日格変入ってますね、これ。みんな応募して、無料アイテムを投げて、正解を選んでごらん。格変入ってるか、今。次も多分当たると思うよ。運営さんのさじ加減が来ました、ついに。ん？盛り上げるために私に格変を入れてくれたね。次も出ると思うよ。じゃあ行きまーす。女子サッカーの大会アルガルカップが開催される国。スペインって書いて、あ、危なー、危ない。今スペインに変えようとしてたアンケートが間違ってたね、今ね。危ねえな、ドキドキすんな本当に。ちょっと正解率上げてこうぜ。じゃあお次でーす。ミュージカルウィキッド、ディズニーかな。ヘンゼルとグレーテル、ラプンツェル、不思議の兄、オズだね、オズだね。ウィキッドオズだよね、これ知ってますよ、オズ。オッケー。じゃあ行きますよ、次。超難問9。私ミュージカルとか見に行ったことないんだよね、一度も。見に行きたいな。テニスで男女混合による個差別なんとか、何カップ、何カップ、何カップ、ホップマン、ホップマン、本当にホップマンカップだね。うん、これは確か前にも出たかな、これね。過去問だね。じゃあ次。もうめんどくさいな、このボタン。本当に何回も20回押さなきゃいけない。検証になるわ。プロ野球の第1回日本シリーズで優勝したチーム。毎日？毎日オリオン？おい、おめえよ。メンバーシップのお前、ちょっと抜けてくんね、そういうこと言うんだったな。クイズがつまんないとか言って、今見えたよ、私コメントで。マジで今すぐ抜けて、こいつ。つまんねえじゃねえんだよ。何をおっしゃってんの？メンバーシップのバッジをつけて。普通は応援すんじゃないの、そういうのって。つまんないと思っててもね。なあ、そういうのいちいち書くんじゃねえよ、私の目につくようにさん。そういうことをメンシップのバッチついてやんな。もう抜けてもらって結構。何のためにメンバーシップ入ってんの？ロダンの彫刻、考える人に当初つけられた名前。へえ、詩人なんだ。考える人でね、こうね。
あ、正解。徳川家康が幼少期人質に取られてた大名家。あ、おしっこ行きたい。北条家じゃなかったっけ。あ、今川、今川ね、今川。ちょっとトイレ行ってくる。オッケー。じゃあ次、雲ね、めっちゃ多いねんで、雲ってどっから入ってくんだろう。日本最初の宝くじ一等はいくら。これ10万円だね。私もう覚えてる、過去問だね。もうバッチリ。金の話じゃなくて、いや私ほら宝くじ好きじゃん、だからもう覚えちゃってるみたいな。こういうなんか自分に興味あることは頭の中に入るんだよね。そんなもんじゃない。あの歴史とか、なんか歌舞伎とか言われても入ってこないんだよ。失われた時を求めての執筆に費やした期間。まあ普通に考えたら10年ぐらいだけどね。もっとかかったってことかな。かかったから、この問題が出てるのかな。そうだよね。そういうことだよね。3年とかだったら短すぎて、問題になんないもんね。びっくりな期間ってことだよな。一つの作品を作るのにな。うん。で、この出題の意図を考えるのも面白いよね。時間なくなっちゃうけど、どういう意味で出してるのか、引っ掛けなのか、そのまんまなのか、とかさ。もんじゃ焼きを食べるときに用いられる小さなヘラの名前。うちにもあるね。はがし。本当に？ほー。確かに焦げとか剥がすしね。ねえ、東か剥がしかって感じでしょ。トゥラララララナティア、トゥラララララララティアティア。あのさ、ティアが社長ってびっくりだよね。私想像できなかった、この未来。ねえ、タッキーの社長もびっくりしたけど。次のうち野球のメジャーリーグでアメリカンリーグに所属するチームは？これね、アストロズ。アストロって強い、硬いとかそういう意味かな。アストロンってね。うん。じゃあ次。日本プロ野球史上の野球ばっか。本当にこの高橋博士って読むのこれ。博士。博士。高橋博士さん。おー。野球ね、結構ね、私得意じゃない。野球はね。苦手スポーツとか。ちょっとごめんね、心臓痛いわ。薬飲む。待ってね。なんだ？これ？うさぎ狩り？もみじ狩り？どっち？あ、よかった。ちょっと待ってね。最近これ飲んでないからね、急進ね。飲んどこう。ちょっとね、ピキピキしてきた。引きついてきたね、ちょっとね、なんだ、動機みたいな。疲れてんだろうね、多分ね、やってね。次のうち、タガラグ語で美味しい。タガラグ語。マサラップ。オッケー。第二次世界大戦における、降伏文書調印式が行われた戦艦。あ、これなんか聞いたことあんな。ミーズリーだよね。有名で映画とかにもなってるよな。そう。大日本の地図の測量を始めたのは何歳の時？これ年いった時だよね。伊能忠信だっけ？結構おじいちゃんになってからだよね。オッケーイ！みたいね。会議は小田原協定とはどんな状況？小田原評定 3？
おお。これはあれなのかな、なかなか話が弾んじゃってね、会議しすぎて決まんないことを言うのかな、議題が上がりすぎてみたいな、意見がまとまんないって意味かな。天ぷらの粉を作るときに混ぜすぎて粘り気が出てしまった状態を何というか、目が出る、手が出る、鼻が出る、足が出る。これ絶対4倍多いなの。本当に？本当に？ふざけてやってんじゃないの4番って。あー、そのまんまね。もう絶対4番多くてね、そっちを押す人多いかなと思ったら、本当に正解はそれだったんだよ。じゃあ次。もうなかなか枚数減らないな、終わんないなこれ。ロボットのキュンタがマスコットキャラクターを務めてる文具レーベル、これなんかやったな、やったよね、新潮だったよね確かね。うん、そのキュンタ自体わかんないけど、ちょっと調べてみようかな。2万ポイントいった、何が、あら、これこれさん抜かしちゃうかもしんない、このまま正解率高かったら1位をまた奪還できるかもね。一瞬だけだけど、あとだって1万ポイントぐらいでしょ、やっと抜かせるよね。行きましょうよ、よーし。このまんま行けば全然抜かせるね。とりあえず。行きましょう。切れ味の悪くなったノコギリなどを再び切るようにすること。目立て、口立て、耳立て、鼻立て。目立てが立つとか言うよね。言わないっけ？目が立つってことか。おいでね。うん。面とかね。次、漫画サキ、あーこれパチンコであるな、パチンコあるよねサキってね、スロットも出てたような気がする、あれ違うかシリーズが、うん、死の箱、死の俳優だね、ちょっと分かんなかったな、これ危なかったな。じゃあ次、M1 グランプリでカンニング竹山が混んでた芸人。へえ、なんか落語みたいな人？月亭万象っていうのかな？知らなーい。あ、で、これの M1 で売れてカンニングが有名になったのかな？あ、山崎邦生のことなんだ。それが何？ M1 用で、このなんとか、月まんなんとか？月まんマンションだっけ？なんだっけ？世界に一つだけ花と選抜ね。頑張りましょう。ヘイヘイヘイホー。かっこ悪い。頑張りましょう。あ、確かにね、野球っぽいね。タタラララララタタラララララタタタタタタラララララララ、アホーだよね。ヘビー級とクルーザー級の間にある階級、ヘビーとクルーザー、え、ボクシングに、ちゅうかクルーザー級って何、初めて聞いたんだけど、そんなあるんだ。ヘビー級とミドルとライトしか知らないね、私。いっぱいあるんだね、階級ってね。じゃあ、お次。次のミュージカルのうち、劇団四季が最初に公演したのは、コーラスライン。これってあれかな？こういう足を上げたりするやつかな？なんか見たことあるニュースとかね。外人さん、あ、外人じゃないもん。ね。なんかこうやって手組んで、こうやって足上げて、みたいなさ。正解率いいっしょ、今日。じゃあ次。
初めて外国の切手に肖像が描かれた日本の画家。まあ普通に考えたらここら辺だけどな。あ、違うんだ。雪船。あ、いいね、みんなね。これってさ、過去問を見てるってこと？みんな予習復習してきた？ちゃんと。そういうこと、この正解率は。さすがじゃ、まだ一問しか間違えてないよ。私たち。ヘミングウェイの小説、武器よさらばで舞台となってる国は。ヘミングウェイ。1、イタリアか。わかんないな。ヘミングウェイってなんだろうね。ちょっと小説も疎いね。じゃあ次。ヘミングって言ったらさ、なんか洗脳装置みたいなのがあるんだよね。周波数のやつ。CD みたいな。ヘミング CD みたいな。幽体離脱がさ、できる CD があんだよ。それもヘミングって言うんだけどな、ね。ミルキーベイベーのオープニング曲のテーマ。一応ね、キルミーのベイベーなんかちょっと頭おかしくないそうで、キルミーのベイベー、ミルキーのベイベー。コンピューターをネットワークに接続する単語でなんて言う？スタンドアローンじゃない？映画あるよね、広角機動隊で。オッケー、そうだよね、広角機動隊であるもん。電脳世界でスタンドアローンって言ってさ、サブタイトルがついてんだよ。それは、単独でやっぱ電脳世界にね、単独で使うってことだ。サブタイトル。こういう時にアニメの知識がね、使われたと。かつてのドイツ紙幣の肖像画にもなった作曲家は、作曲はロバルト・シューマンの妻、クララ。クララが立った。お、いいね。さすがね、みんなね。女の名前覚えてんのね。私の名前覚えてる？みんな。私の本名。私の本名はなんだ？ 1 番マサツグ、2番マサツグ、3番マサツグ、4番マサツグみたいな。で、2番のマサツグでいいかい？もうクイズしてないよね。もう全然クイズになってないんだけど。あら、お茶幕チケットで出ました。おめでとうございます。さあみんな、出まくりですよ、今日は。うんこ。パソコンやスマートフォンで公式のアプリサイト以外のサイトからアプリをダウンロードすること。エステルスアウトサイドバックサイドサイドかな。スタンドバイミーで主人公の少年ゴードンが大人になってついた職業。教師じゃなかったっけ。あ、作家。あ、それでその小説を作ったってこと。スタンドバイミーを。これ実話なの。おい、いい加減にしろよ、3番って言ってた工藤。おめえだけで3番って書いてんの分かってねえんだろ、工藤ちゃん。え？うちのケンジに井戸越えぶっかけた工藤よ。黙ってろや。ごめんなさい、許す。野菜の春菊の名前の由来となった春の名でしょ？春に花を咲かせる、春に芽を咲かす。まあそうだよね、これだよね。春に花を咲かすだよね。春菊って結構嫌いな人多いけどね、私は大好き。あの苦味、渋み、すごいね。あのすき焼きとか絶対入れるもんね、多く食べたいみたいな。ただあのまんま食べるとちょっと苦いよね、野菜炒めとかだとさ。すき焼きの甘みがあるかな、いいけど。に、腹水、腹水。オッケー。アドレナリンが分泌される。アドレナリンってこの興奮したりするやつかな。そうだよね。活性化される。腹腎って言うんだね。
松竹ではなく、雑木林に生えることか名前がついた松茸に似たキノコ。3、バカ松茸？本当に？これ絶対あの間違いだと思うよね。本当にバカ松茸っていうの。すごくね、偽物だからってさ、こんなさ名前つけちゃうんだね。多分松茸に似てるからバカって言われてんだろうね。かわいそうじゃないこのバカ松茸さん。こんな適当な名前つけられてね。じゃあ次、西日本で最も高い山。剣山ってそんな高くないでしょ。もう工藤、おめえ答えんじゃないよ、いつも違うこと書いてさ。4番に直してもしょうがねえんだよ工藤ちゃん。なあ、あなたのコメントにつられんの、賢者くんに色恋ぶっかけて。もうそういう印象で私読んじゃうんだよ工藤ちゃんね。真っ先に読んじゃうの、拾っちゃうの。あなた目立ちすぎだから、ごめんごめん、あなたと私の約束、ごめんちゅ。さっきもごめんっつってさ、もう書くんじゃねえよコメント、うぜえな。ペンギンのキャラクターピングーの4番これ分かったん。じゃあ次、都道府県の知事選挙に立候補するために必要な供託金。これじゃなかったかな。あ、こっちだ。ああ危ない。こんぐらいだよね。300万円で出れんだね。私出よっかな。どうみんな、リスナーさんに300万円クラウドファンディングしてもらって、神奈川県知事。落選とかわかんないでやってみないと。一回そういうチャレンジしてみたいな。泥沼作戦みたいなさ、なんていうんだっけあれ。足で歩いてさ、暑い中。日焼けしちゃってみたいな、助けかけてみたいな、喉ガラガラになってみたいなさ。だってさ、ああいうさ芸能人とかアイドルとかね、スピードのあれが、ま、あれがなれんだぜ。タカ子だっけ、ヒロコだっけ、あんなんができんだぜ。不倫なんかしちゃってさ、あんなのより全然いいだな私。日本よくできったと思うんだけどね。あんなエリコとかね、できないよ。あんなさ、タレントみたいなさ。そうじゃない？あとなんだっけ、いいジャンプのあのね、弟とかさ、できるわけないじゃん。ムエタイで試合中に頭に巻く飾りのことを何と言う？え、ダンバンじゃないの？え、モンコン？だって今エリコってさ、なんか頭いいイメージないよね。どちらかというとバカだよね。あの音楽番組とか実さん。まあそういうのは関係ないと思うけどね。すき焼きのタイトルで召喚した国。へえ、イギリスなんだ。そう、海外だと上を向いて歩こうってね、すき焼きなんだよね。すき焼きソングって言われてて。ビルボード、海外のさ、ランキング1位になったんだよな。日本人で多分1人しかいないんだよ。そうやってね。すごい曲だよね。上を向いて、歩こう、涙がこぼれないようにって。早くやっててうるせえな、本当に。おめえ答えてんのに知らねえんだの。黙ってろよ。エアロブーメランという種類があるのは、エアロ。ヨットじゃない？あ、パトカー。こっちのエアロか。
車の側のエアロのことを言うのかな。エアロって部品あるよね。じゃあ次。すごいね、正解率。ちょっとさ、見てみる？あとで、ランキング。どうだろう？抜かしちゃったかな？ソリの、側面についてる歯のことをなんていう？ソリ。シーネとかじゃないよね。あ、本当に？さっきのバカ松茸と一緒じゃん、これ。これも引っ掛けだね。ないなと思って違うのよ。選ばされる方法ね。シーネだってみんな。じゃあちょっとランキング見てみましょう。え？あと5000ポイント。10問ぐらいかな。あと10問ぐらいみんな。ちょっと待ってね、できるかな？4回しかできないみんな。そうだよね。200、あ、じゃあこれ10回できるか。できるか。200枚で25枚なんかできんね。行こう。よーし、やっと抜かせるぜ。これこれさんを一瞬でも抜かせる。あっちは何とも思ってないと思うけど、こっちは戦ってんだよね。これこれさんの軍団に。オペラやミュージカルなどに対し音楽を問わない、セリフ劇のこと何プレイ？プレイ。ストレート。オッケー。ちょっと今アイテムが流れちゃってるからちょっと危ないね。もう投げないで。ちょっと一回さ、アイテムストップしてくんで、マジで。流れちゃうから答えがね。みんなちょっとストップ！ストップ！アイテムちょっと問題答えてるとき投げないで、ほんとに。やめて！投げないでって。じゃ、ほんとに。じゃ、見て。ほら。流れちゃうしょ？ストップして、ほんとに。投げないでって、これ。ストップ！投げないでって言ってんの、ほんとに。ねえ。じゃあ、投げて。健康診断で測定するクレアチンの値は、ああ、オッケーオッケー。拾いたまん。いけそうだね。大丈夫、大丈夫。見れる。OK。だからもう投げないでって、もう。やだ。もう今、もうわざと投げてるっしょ、これ。見えないってんだ。答えが流れるって言ってんのに。ねえ。わざとだよね。あ、ごめん、全然見てなかった。ちょっと待ってね。1?1?1 でいいの？ OK。危ねえ、今全然見てなかった。で、行きましょう。疲れた。頭使いすぎ。ドラゴンクエストシリーズでセーブ機能冒険の書が初めて搭載されたの。最初からあるんじゃないの？ 3 段？一作目からなかったっけ？あ、でもその、あれか、メモリがなかったのかな？一作目は。三シリーズ目だね。そう、復活の呪文とかね。自分の名前を入れ込んでさ、セーブすんだよ。それで復活の呪文入れて、再スタートみたいな。地球外の知的生命体を発見するプロジェクト。SETI だね、これ。得意よ。もう専門ジャンル。任して、宇宙人は。ね、大得意。
もうこの期間に入っちゃおうかなみたいな、所属したい私。カンブリア紀に生息した細長いトカゲのような生物、昔の古代生物かな。一番が多いね。ハルキゲニア。オッケー、いいよいいよ。ちょっとなんか疲れてきた、頭がオーバーヒートしそう。ちょっと見ないで答えてみようかな。泣いた山間で、これかな、これにしようかな。え、そっち、やっぱ変えた。じゃ山間ね、山間、そういう運要素も大事じゃんクイズってさ。じゃあ次出るの、じゃ予想するよ私。運を試してみよう。次の正解は、じゃあこう来たら1でしょ。1来て、2来て、3来たかな。次も1だね、答えは。こういう運要素も大事だからね、クイズ番組出るのにさ。もう正解変えないから、1番、次の答えは。もう予測する。はい。ね、ね、最初4番だと思ったのよ。次1番来るから正解ね。最初パッと4番って思ったの。だから次1番なんだよ。遅れ知らせみたいな。遅れたお知らせ。次1番よ。ね、ほら。ね、ちょっとずれちゃった感じかな。これね、ね。うん、これ過去問だから何回もやってるからね、円盤投げってね。うん。オーター、円盤って覚えてるから私。次は、じゃないね、3番だね。今ね、4番、2番って来たから次3が来るでしょ、これ。まんべんなく来るとしたらね。3でこれ、ほら。私見つけちゃったかも、攻略法。かぶんないじゃん。だ次1が来んだよ。え、これ言っていいのかな？超難問はかぶんない、正解が、番号が。だ次1番が来るんだよ。あ、違うわ、4番だ。銀だよね、アンディ・ウォーホール。ってことは、次また3番なのかな？あ、2番だね。この流れで言うと。次2番来るでしょ？さっきも4、2、3であったじゃん。で、1番来なかった。ね、次2なんだよ。あ、バラバラだ。バラバラ。バラバラ。どっち？こっち？かぶったね。4、2、3、4、4ってきたね。ってことは、連続してくるってことだね。だから次1来る確率がアップしてんね、今。ね？ 1 が可能性が高い。出てないじゃん、ずっと。何連続も。ここで1が来る、運だよ。ね？ほら。だからもう問題とかわけわかんないから、ぶっちゃけ本番はね、こういう風に選んでくみたいな。で、連続してんじゃん。2回あること3度ある。次また1番が来るんだよ。じゃ、ランダムだけど、確率の話ね。だってさ、もう飽きたクイズ、もうこういう遊びしかないよね。もう問題も読みたくないし、答えたくないんだよ、ぶっちゃけ。飽きてきちゃったもん。おじさん、こういう遊びでやんないと思うね。耐えられない。本当に。
イタリアのお酒、グラッパはどんな種類のお酒？イタリアは、これだかこれじゃない？ 2? ブランデーなの？イタリアのブランデーってあんの？なんかワインか、スパークリングワインのイメージしかないけど、シャンパンとかね。はぁ、あ。じゃあ次。あ、もうそろそろ終わるかな。平安文学、伊勢物語の主人公。伊勢に関わる人だよね。これかな？菅原かな？こっちか。これ引っ掛けだね。ちょっと名前読み方わかんないですけど。オッケー、ちょっとじゃあ順位見てみましょう。うわーナンバーワーこしちゃったいいね、1位、4位、5位入ってる感じで、チーム戦がチーム戦のランキングが、あらー1番11ダブルナンバーワン大根、はい、焼きちくわ。女は構えてないとやっぱりな、強くないと。でこれ揚げ、絹生揚げと、これここすごいね、毎回こうやってさ全部ビニールに入れてくれんのよ、丁寧だよね。こんにゃく、特用こんにゃく、あと焼き豆腐。あ、でもこれも豆腐だね。あ、これは揚げか、絹の。そうだね、揚げと豆腐は違うよね。こっちは生揚げ、こっちは焼き豆腐だから種類違うよね。え、おでんに豆腐って入れない？おでんに豆腐って、関東だけ豆腐入ってんの？いや、関東と関西でまた違ってくんだよね。いや、関東入ってるコンビニとかな、今日はコンビニのおでんを再現ね。セブンイレブン入ってる入ってる、お豆腐とか入ってるって。で韓国は入れるって、私韓国人じゃねえし、純日本だし。だから王道を集めてんで、コンビニの関東の王道ランキングをこれ買ってんでね。私も見たことあるし、じゃあこれも知らないっしょ、ちくわぶ、関西の人ね。これは多分関東にしか入ってないんじゃない？ちくわぶって何？とか言う人いるんだよね。これ知らない人多いんだよ。これは関東だよね、ちくわぶ。これはね、煮込むと溶けちゃうんでね、ドロドロになって、あれが美味しいのよ、こう周りがさ、ドロドロになって、ボロボロになったやつをスープで飲むやつが。で、これ、あれ、白滝。これはまあ、王道だね。関西も関東も入ってるっしょ。西も東も。うん。で、あとこれ。これはね、でも最近入ってないかな、おでんの中に。でも昔私は、家とかでこれ入ってたかな、これ入れたいな、みたいな。これどう？ウィンナー。これ一緒？ウィンナー巻き。まあ、ウィンナー巻きか野菜巻きかに分かれると思うんだけどね。
私はウインナー巻きの方が油が出て好き。で、これはんぺん。まあ、はんぺんって言ったら気分だよね。これは関東のメーカーかな。気分っていろいろね、練り物で有名だよね。うん。気分有名だよね。で、こちら。これみんな好きなんでね。私あんま好きじゃないんだけど、一応入れようかなと思って。牛筋。これもね、大人結構食べるよね。子供の時は私食べなかったけど。で、こちら、つみれ。これも気分さんですね。つみれ。お魚ね。で、これ、さつま揚げ。これもまあ、王道だよね。で、こちら、ガンモ。これも王道ですよね。五目ガンモ。ちょっとヘルシーに。こういうさ、なんか油系が多いよね。あと、卵も買ったんだけど、ちょっと古い卵もあったな。そっち使おうかな。と、あと、餅巾着。これも私大好き。おでんの具で一番好きなやつ。これ大好きなの、餅巾着。これ美味しいよね。ねちょねちょしてて。何人前作んの？2日分。しばらくおでん食べるかな、私。朝昼晩。で、おでんの出汁はこれ。もうこれでいいかなと思ってね。結局時間なくなることを予想してたから。な、時間かかるのは卵だね。作るとなると。この普通の安い卵をやろうかな。だから卵はさ、ゆで卵にしてそれを煮込むんでね、味多分染みないと思うけど、この時間でね。牛すじあるよ、ここに牛すじ。あ、牛すじありますよ。牛すじ、つみれ、餅巾着、はんぺん、さつま揚げ、ウインナー巻き、しらたき、がんも、ちくわぶ、揚げ、こんにゃく、焼き豆腐やっぱいらないかな。ちくわぶ、大根、卵。どうだ？だからまずゆで卵を作った方がいいね。この量で言うと4つでいいかな。卵4つぐらい。3つか4つ？でもこれ5個余ってるから5個作っちゃおうかな。もう古い卵だし、これ。だからここからやって、これはもういらない。いらんわ、こういうね。中途半端の。1、2、3、4、5、6。こんぐらいかな。こっち使おうかな。形がいい方の方がいいよね。ねえ。お、揃ってる。こっちだって細いのがあるかな。形を合わせてあげた方がいいや。何に込むんだったら。主婦の人聞いて捨てるよね、あそこの部分ね。おでんには合ってないというか、おでん向きではないよね。な、この真ん中あたりが一番美味しいんで、おでんにするんじゃね。このピーラーはね、貝印さんです。これめっちゃいいよ。高いけどこれおすすめ。半端なく切れる。もう力もかけず、シューってさ、もうなぞるだけだよ。フューってね。貝印って有名だもんね。じゃあ太さ。太さ結構分厚いよね、おでんってね。こんぐらいかな？太さで言うと。こんなもんだよね。6個。
で、これは角もやった方がいいのかな。薄くないっしょ、これ。アイコスと比べてごらん。めっちゃ分厚いよ。ね？ iPhone と比べてごらん。いいっしょ。隠し包丁を入れて、あ、これね。十字ね。オッケーオッケーオッケー。こうね、あの、味が染み込みやすいようにでしょ？こういう風に入れると、ここの隙間から入ってくって感じね。時短だね、これも。面取りをした方がいいの。で、面取りってかっこよく言ったけど、面取りの仕方がわかんないんだよね。煮物とかでやったことないんだよ、私。言葉は知ってんだけど、やり方がわかんない。面取りなんかすんなよって言ってる人いるよ。どっちどっち？いいの？じゃあこのまんまで。いいっすか？進んじゃっていいかな？そろそろ。無視していいっすか？入れとこう。これも下茹で。じゃあ今そっちでお湯沸かしてるからそっちに入れちゃう。ねえ、大根、卵と一緒のとこ、卵と一緒に入れちゃおう。やだ、溢れてきちゃった。ちょっとやばい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 、どうしよう。めっちゃ溢れてる。お湯を減らそう、これ。あー、危ない危ない危ない。あ、タオルも燃えちゃった。タオル焦げた。まあいいや。じゃあ次、はい、次行きます。じゃあこんにゃくは三角形だよね。これ飲んじゃう。これね、まずっ、まずいんだ、泥臭。こんにゃくって臭いんで、ちょっと洗った方がいいかな。この汁、臭いね。半分だね。半分に切って半分だね。で、こんにゃくもバッテンした方がいいのかな。こんにゃくも、こんにゃくはバツにする？こうしようかな。これはね、アク抜き不要。このこんにゃくは最近そういうの多いよね。アク抜きしなくて大丈夫みたいな。アク抜きはもう必要ないってやつ。大体そうじゃない？今のこんにゃくって。スーパーに売ってるやつってね。じゃあ次、こちら、絹の生揚げ。これ2枚入りだね。あ、1枚入りだ。すごいな、これ汁が。これも、これはキューブ型かな。これ半分かな。でも三角形したらでかいじゃん。
三角形だとこの真ん中で一回こうやってこうってこと？ちょっとね形がちっちゃいかもしんないけど、これでいい？ちょっとなんかちっちゃめだよね。おいしそう。じゃあ次はんぺん。はんぺんも三角で、でもこれ縮んじゃうからもうこれでいいよね。はんぺんって縮むじゃん。この大きいこれでいいよね。あ、膨らむ？逆ね。じゃあこれを4分の1だね。逆だ逆。じゃあ次、このここら辺はこのまんまでいいね。こうだね。まあこのまんま。ねえ、さつま揚げもまんまだね。さつま揚げもまんま。でも4つにしとこうかな。3つ。で、つみれも2つでいくかな。3つにしとくか、3つ。つみれも3つ。で、このガンモは2個入れちゃっていいんだ、そのまんまね。ガンモは2個。お湯で洗った方がいいの、これ。油っぽいやつ？油抜きってこと？油を抜くってこと？じゃあ何、ケトルでいいのかな？ケトルで上からザルでジャーって感じ？あ、これもそうだね。これも油結構多いもんね。もちきんもね。これもそうだ。これもジャーね。で、ちくわ。ちくわは3等分かな？ 2 等分かな？この長さだったな。2だね、2でしょ？で、あと牛すじ。牛すじは、うわー、プルプル。3本、コラハケみたいについてる、これ。すごー。なんかプルプルしてる、ほら。なんかゼリーみたいのが。何人目だか、2日分、2日分。ね、こちら、ちくわぶ。ちくわぶ私好きなんで全部入れちゃおう。大好物なんで、もちきんとちくわぶは一番好きだね。おでんの中で。これ半分。どうしようかな。まあいいや。長さ間違えちゃったの。ちゃんと測ればよかった。これも入れてあげよう。オッケー。で、次糸こんにゃく。これは結ばなきゃダメなのかな、まさか。ちょっとザル。ザルでじゃってやるね。まさかのこれ結ぶんじゃないの、これ。
え、結ぶよね。コンビニのとか結んでない？そのまんま入れんの？これって結ばないと結構長いぜ。あーやだ、難しい。ちょっとどうやって結ぶのこれ。あ、もともと結んであるやつを買うの、ちょっと難しいんだけど、どうやってやるのこれ。こうやってさ、こうやって置かなきゃダメかな。難しくないこれ結ぶの。どうしよう、ねじって結ぶの。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばいやばい。もうちょっと卵だけこっちに出します。卵すくい上げて、あれザルどこ行った？あちゅ、ザル、ちょっと待って、一回この男、ザルザルザルっていうかボールでいっか。よいしょ、ちょっと待って、タイマー、怖い。もうないね、もうないね。これはこのまんまでいいね。OK。あ、なんで電気消したの私。とりあえずこれ冷やしとこう。OK。じゃあ次。こんにゃく。はい。はい、糸コンをどうするかだよ、これ、糸コンをどうする？ねじるって何なんだろう。あ、ぐるぐる巻く？手に？あ、こういう感じ？わかんない、どうやってやんのこれ、どうすんのこれ、どうやってやんの本当に。三つ編みなんてできないよね。じゃマジで教えて。あ、輪ゴムで飛べるの簡単そうね、確かに。ここで輪ゴムを止めんのね。あ、わかった。こうやってこうだね。この1本か2本持ってそれで結ぶ感じじゃない？無理だね、もうこんにゃくいらないかな、あんま好きじゃないし。 いらなくないと、こんなんてそのまんま入れる、そのまんま入れたらバラバラになんない、溶けて。あ、なんかこんぐらい太いとやりやすいよね、こんぐらいだったらいいわねえ。
こんぐらい。もう輪ゴムで止めちゃうか。大丈夫だよね。溶けないよね、煮込んでも。いや、溶けない、溶けない。これでいいじゃん、ほら。ね？バラバラになんないし。食べるときだけ、ねえ、輪ゴムを取ってあげればいいんだよ。ね、だしょうがないじゃん、だって結んでないんだから、これ最初からさ無理だよね、これ結ぶのね、私の技術じゃん。あん、もう一個でいいや、これちょっと保留、一個とりあえず一個入ってれば一緒、見た目的に、見た目的に1個入ってれば OK だよね。ああ、めんどくさい。ああ、もうボロボロになっちゃう。まあいいや。もうちょっとやっぱり水を出しながらやった方がいいね。オッケーオッケー。こっちでやるわ。なんかあれいかないな、甘皮みたいなペリンって。これあんまり皮がないね、薄い膜みたいな。皮ちゃんが普通はさ、このさ、ちっちゃい皮みたいのがあんだよ、薄い膜みたいの。それをさ、ピューって引っ張ってさ、ペリペリペリって抜けんだけどね、抜けないね。あ、これ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 、これのこと。これをね、ピューって引っ張ると、ツルンって抜けんね。あー、やだ！もうボロボロ。ゆっくりやろ、ゆっくり。あー、出ちゃった、もうこれ、ぽい。古い卵だからもういいやん。もう古い卵だからね、結構。古卵だから。OK、いった。いったいった、これ。ほら。いきましたよ、うまく。これよ、これ。あ、やった！ラスト1個。ラスト1、ラスト1。そしたら指がヒュッて入るんだよね、うまくいった時ね。ヒュルヒュルっと。これでいけるかな？
大根も良さそうじゃないこれ。ちょっと一回もう火止めよう。で、これもうこのまんまぶっかけちゃおうかな、ここにね。こうやってぶっかけりゃいいだろ、こうやって。めんどくさいんで。もう全体的に。熱。もうジャーって流しちゃえばいいんだよ、ジャーってね。あー、やだー。あ、ごめんね、映ってなかった。全然映ってなかった。で、時短のためにまたケトルだね。じゃあこれ、お湯が、ちょうど、1200。汁が、1000ml で1袋だかな。まあ、1袋半ぐらいでいいかな。ちょっと濃ゆめで。濃ゆめでいいかな。もういいや、2個入れちゃえ。オッケー、早いっしょ。もう沸騰しちゃうからね。まず大根でしょ。熱。あっち。ちょっと待ってね、熱い。マジ熱い。どうしよう。あ、大根この中に入れちゃうみたいな。こうだね。こう。もうこれ邪魔だね。やっぱ外そうかな。なんかスペースがなくなってくる。危ないよ。落ち着け。こぼれるぞ。落ち着け。とりあえず落ち着け。危ないぞ。で、もうこの後に卵入れちゃっていいね。もうね、次、卵。ちょっと2個しかないけど。排水口から拾うところからもう一個。あ、ダメだ、これ外れてるから。あ、ダメだね。もうバイキンがすごい。で、次の順番、ルート、牛すじ。はい、牛すじ入れます。ね、こんにゃく。こんにゃくも3つでいいかな。で、しらたき、これ輪ゴムで止めました。しらたきの、昆布。昆布4つぐらいでいいかな。昆布4つ。OK。あとなんだ？あと何？ちょっとお湯多いかな、これ。ちょっと一回ちょっと捨てようかな。じゃあ次。ちょっともうちょいまとか。あとちくわぶだね、ちくわぶ。はい、ちくわぶ。まあ、ちょっとね、配置は後で直すわね。ガンも2枚でしょ？ 2 枚。ガンも1枚でいっかな。1枚でいいね。もち菌は2個。
で、揚げも2個でしょ。で、ちくわも2本。ね、さつま、2個、ウインナー2本。で、つみれ。つみれも2個。熱い。あとは、はんぺんは、はんぺんはどこに入れようかな。じゃがいもね、買ってたんだけど、どっか行っちゃったね。さあ、今日のスペシャルゲスト、いいよ、入ってきて、こよくん。あれ、聞こえてないのかな？こよくん？おでんできたよ。マジお腹空いちゃったよ。え、ほんとに？え、でもさ、具材足りないかも。これ2人で足りるかな。ちょうどいいんじゃないか。あ、そっかな。でも私の好きなの結構入れてるけど、こよくんこの中に何が好き？はんぺん。あ、はんぺん好きなんだ。へー、じゃあはんぺん取っとこうか。2個しかないかな。そうしておいてくれ。オッケー。はんぺんが好きなんだって、こよくん。今日は起きるの早いね。昨日とか遅かったのに。ん？昨日反射しなかったでしょ、こよくん。そうだね。なんかだるいっていうか、疲れちゃってイベント後だからさ。でも結構稼いだんだな。すごかったね。マンスリー1位。ありがとう。すごいなぁ。私も1位取りたいなぁ。そう思うよ。楽しんごじゃない。さあ、どれから行く？どれから行く？熱々ですよ、出来たて。どれにする？でもさ、食べる順番ってさ、決まってる？みんな食べる順番どういう順番なんだろう。大根が先？からしはここにつけんでしょ？こういうふうにピーって。それとも一個一個取ってからつけんの？みんな。で、だしを堪能しましょう。どんなおだしが出てんのかね。だしをちょっと取ってみて、飲んでみますね。ちょっとね、しょっぱいね、濃ゆいね。ちょっと味見してみるね。うん、ちょうどいい。美味しい。味が染みてる。うまい。大成功だね、今日もね。最近料理失敗しないね。まあ、おでんを失敗する人いないと思うけど。大根からいきますか、大根。ちょっとこの、細長いやつ。あ！まあいいや、切れちゃった。大根。あのね、全く味染みてないね。
なんでだろう。やっぱ時間が全く大根の味しかしない。でもこのはんぺんとかいけんじゃない。これほらもうひたひたになってるから、これもう染みてるよね。はんぺんもうこんだけひたひたになってればね、はんぺんいってみましょう。表面は染みてるよね。中はちょっとあれだけど、いただきます。表面だけだね、ほんとに。ちょっともうちょいかな、ちょっとね、消して染み込ませようかな。じゃあ表面だけなんだよ、中ははんぺんなの。表面はおでんなんだけど、中は普通にはんぺんって感じ。なんかスカスカしてるし、こうやってつけて食べればいいんじゃない、これ。こうやってつけ汁で、なんかお汁をちょっとここに入れてあげた方がいいね。それで変わってくんじゃん、だいぶね。汁につけながら食べるみたいなね、汁漬けで。あ、だいぶ違う。うん、おいしい。じゃあちょっと私の好きな餅金を食べてみようかな。でね、もうちっちゃい頃から大好きなの。で、どこが好きかって言うと、ここの部分が好きなのね、これ。このコリコリしてる部分。餅が好きじゃなくて、このコリコリのとこを食べるのが好きなの。この紐の部分。ここがうまいんだよね。これかんぴょうなの。この組み合わせがいいのね、コリコリしてて。熱々。あっかい、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 熱い。めっちゃあっかい。火傷したな、これ。ちょっとダメだ。冷え冷えのお水出さないと。マジ熱い。半端ないな、これ。フーフーして食べないとダメかな。あーつい。あ、いける。フーフーだね。うん。うめえな。もちきん。この揚げによく染みるわね。お出汁が。体重はね、測ってないけど、昨日ね、私夜測ってるの、実は。昨日の夜体重測ってて、内緒でね。だって最近、餃子の大食いはしたけど、自炊もしてるし、そんな食べてないじゃん。自炊ばっかしてんだもん、最近。マックも食べてないよ。先週は一度も。あ、次、さつま揚げ行こうかな。これ結構好き、さつま揚げ。美味しいよね、さつま揚げね。この匂いが好き、なんか油みたいな。昔さ、学校の給食でさ、こういう丸っこいささつま揚げのすごい味が染みたやつが出てきたんで、あれが好きだったんだよね。知らない？こんな丸っこいさつま揚げみたいなのでさ、すっごい味が染みてるやつ。給食。なんか団子みたいなやつ。あれめっちゃ好きだったんだよね、味濃い。揚げボールってやつ。あれね、めっちゃね、ご飯に相性いいんだよ。うん。じゃ次、ちくわぶ。
これも私ね、ランキング。で、ランキングをつけると、1番目、もちきん。2番目、ちくわぶ。3番目が、難しいな。大根とかね、卵あんま好きじゃないんだよね。やっぱこの揚げ物、ちくわかな。ちくわさつま揚げとかこのあたりだね。うん。ちくわぶは第2位だね。私の好きなやつ。これはちょっと関西の人はわかんないと思うけどね。これめっちゃうまいね。これおもちもちしててね。きりたんぽみたいなやつ。で、これの醍醐味は、一口こうやって食べて、あとはスープを飲むね。このね。ここのストローみたいにして、あっかい熱い熱いあー、やけどしちゃった熱いこっちでやればね、いつもね、こうやるから、でもここじゃ見えないかな。こっちでやっちゃったんだけど、こう吸うのよ。このカスをね、吸うんで、この穴からこうやってね。これがうまいのよ。醍醐味。ね、わかるでしょ？これわかる人はグルメよ。いや、汚いんだけど、ね、美味しく食べる方法を知ってるよね、みたいな。わかるでしょ？うん。でもみんなの統計を取ると大体大根だよね。こんにゃくとかね。私、こんにゃく嫌いなの。おねんの。そう、こんにゃく嫌いなの。なんか生臭いかな。うん。あ、もう飾りみたいなもんでね、このあたりね。で、意外とこの厚揚げとかもね、好きじゃないんだよ。こういうのね。で、次に練り物系が好き。ちくわ。これはうまいだろう。ちょっとこれはちょっとからしつけようかな。ねえ、からしをビーってね。いただきまーす。うん、キック、あ、キック、キック、キック、あー、効いてる。辛い、痛い。ちょっとつけすぎたかな。効いてるけどうまい。からしうまいよな。シューマイとかのからしめっちゃ私いっぱい乗せるもん。でもなんかからしって体に悪そうよね。この痛覚だから、なんか寿命縮みそうよね、からしいっぱい使う人はね。うん。あ、でね、あーん、来た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 、からし来た。すっごい来てる。痛い。遅れからし来た。昨日ね、リスナーさんから DM が来て、全然違う話なんだけど、おでんとか関係ないんだけど、お昼寝をする人の方が寿命が長いんだって。それはもう、医学的に証明されてんだって。しない人より、した人の方が寿命が長くなるみたいな。うん。お昼寝結構大事なんだって。脳のね、なんか、しない人の方が脳が、なんつう、退化するんだって。で、する人は脳みそが大きくなるんだって、昼にすると。長年ね。習慣ね。うん、うん、ほくほく。この汁につけて。コーラックを飲んだらうんちが出た。あー、
ピンク色のやつね、昔うちのお母さん飲んでたの。何このピンク色ってずっと思ってたんだけど、うちのお母さん便秘だったんだよね。結構便秘になるよ。女の人は便秘になりやすいよね、男より。うん。定時なんだから早く配信切れよ。じゃあ分かったわ、切るわ。いいのね、終わっていいのね。切るよ。また同じことを言ってんのこれね。これ絶対配信者だよね。これ切った後に誰かやり始めんだよな。なんか今始めたのダッスとか、あ、そうね、ダッスはでも前からやったけど、なんかコマエだろ、コマエ。コマエ怪しくない？これコマエがコメントしてるよね、絶対ね。絶対始まりそうじゃない？ヨギママとかね。定時さんリスナーはそういうの書かないんだよ、あんまりね。ねえ、脱数リスナーとか結構多いよね。脱数の鳩、コマイ君の鳩ってめっちゃ来るもん。うん。なぜかっていうと共通してるリスナーが多いからだよ、私たち。次、ウインナー巻き。これも大好き。ウインナーロール。うん、味染みてる。おいしい。甘くてうま。おいしい。このウインナーの脂が相性いいよね。うん。私ね、あんまりからしつけないね、おでんには。最後、汁飲むときとか、ちょっとからし溶かして飲むとかね。そんなにまんま食べることが多いかな、結構。うん。柚子胡椒とかでも全然美味しいね。柚子胡椒うまいね。おしゃれじゃん。じゃ次、昆布。これもね、意外と好き、私、このおでんの昆布。うまくない？おでん昆布。これうまいよね。うん。うまい。もうちょっと柔らかい方が良かったかな。もうちょいだね。もうでも大体一通り食べたね。あと最後牛すじね、これ私の大嫌いなやつ。なこれは食べない。あのブユブユだから好きじゃない、ビロビロだから。ビロビロは私嫌いなんだよ。うまい？じゃあちょっと食べてみるもん。嫌いなんだよね。あーもう無理。マジ無理。もう食感も嫌だし、美味しくない。なんかブルブルしてて、あ、まあコラーゲンは入ってるけどね。まあでもコラーゲンももう溶け込んじゃってるよね、中にね、旨味みたいな。じゃあ見た目でね、みんなが入ってたら嬉しいかなと思って買っただけ、これは。唯一おでんの中で食べれないのは私牛すじなのよ。他は全部食べれるんだけど、苦手なのこれ。うん、これ嫌いなの。じゃ絶対コンビニとかのおでんとか牛すじなんか食べないからね。